ひろゆきってあだ名あったことある？ワイパーっていうあだ名があったことあります。はい、中学校のね1年生の時にトイレ掃除をする時にこけてこうズザーってなって、その車のこうあの窓ガラスをこうキュッキュッてやるやつワイパーっていうじゃないですか。あのワイパーっていう、はい。いじめ防止であだ名禁止の学校が増加しているらしいのですが、いじめ防止につながると思いますか？思いません。ただそのいじめ防止であだ名禁止でか、そのいい悪いじゃなくて、あだ名禁止にする、なぜならいじめを減らしたいからっていうのは、要はそのいじめを減らすためにいろんな手段を模索している学校っていうのはいじめ減りやすいんですよ。あだ名禁止に意味があるんじゃなくて、いじめを減らすために何をすればいいだろうって校長先生が考えて、この手段はどうだろうっていろいろ試すような学校っていじめ減らさなきゃいけないよねって教員も思ってるし、じゃあいじめがあったらこれはどうやって減らそうっていうふうに考えるんで、あだ名禁止自体がいじめを減らすわけではないのですが、あだ名禁止みたいなのを導入するタイプの学校はいじめが少なくなる可能性は高いですよっていう。ひげおやじさんはひげがないのになぜこのあだ名なんですか？またひろゆきさんがひげを剃らないのはひげおやじさんに関係してますか？まずひげおやじさんはあだ名ではありません。彼は自分で自分の名前をひげおやじと呼んでいる頭の悪いおっさんなんですけど、あだ名って周りの友達がつけるじゃないですか。例えばその西村だったら西って呼ばれるとか、ワイパーとか、ひろゆきだからひろくんみたいなのがあるんですけど、ひげおやじさんはまず友達が全くいなくて頭が悪いので、自己紹介僕ひげおやじですって言ってきたやつなんですよ。なのであれはあだ名ではありません。そういう気持ち悪いやつなので、そこ誤解しないようにしてください。で、僕ひげ剃らないのはひげ剃るのがめんどくさいからです。